はい、どうも、砂漠の中の水をご覧の皆さん、K8 です。今回で、砂漠の中の水から、私 K8 動画の、最終回となります。今まで、私の K8 動画をご覧になった方、K8 を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。まあ、私ね、K8 もうちょっとアジス残りたいんですが、まあね、私、K8 もうちょっとアズイズに残って動画を続けるかなと思った方、この動画で私、砂漠の中の水の K8 動画を最終回迎えて卒業することに関して、ショックを受けてた皆さんは本当に申し訳ございませんでした。この動画を上げて、ショックを受けると思いますが、私ね、K8 動画、最終回なんで、今回は、K8 の、最終回動画だけにね、皆さんに、メッセージを送りたいと思います。アズイズの皆さんからメッセージを送ろうと思います。はい。じゃあ今から言います。今まで、私 K8、と、関わってくれたアズイズの皆さん、途中まで関わってくれた皆さん、私 K8 の動画をご覧になった方、応援してくださった方、本当にありがとうございました。この動画をもって、砂漠の中の水と、アズイズを卒業します。まあ私が、K8 動画最終回を迎えて、私砂漠の中の水や、アズイズを卒業してもね、砂漠の中の水をチャンネルはまだまだ続きます。でね、私が、アズイズ卒業してもね、さらに、また新しい友達も作ると思いますので、私 K8 が逃げても、ご覧になった方、特にアズイズの皆さんはね、私アズイズ抜けても、また新しい人が入ってきて、新しく友達が、できると思います。ますね。なんでこれからも、アズイズの皆さんも、私 K8 がね、アズイズ卒業しても新しい友達作り続けてください。アズイズ卒業してからも、私ね、これから頑張ります。以上、砂漠の中の水から K8 動画の最終回でした。今までご覧になった方、皆さんは本当にありがとうございました。改めて言います。私がアズイズを卒業しても、砂漠の中で水のチャンネルはまだまだ続きます。これからも、砂漠の中で水のチャンネル、お楽しみにしてくださいませ。以上、K8 動画の最終回でした。じゃあ、また次会うときまで元気で。ありがとうございました。さよなら。